に浮かされ漢字を取るのさ。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な嵐は誰かのバイオリズム乗っかって踊り過ごせばいい。ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ。ポケットの恋それと You wanna be my friendも肩を押されて一歩リードさ。今度会えたなら話すつもりさ。それからのこととこれからのこと、つまりいつもピンチは誰かにアピールできるいいチャンス。知識過剰にしみたれた夜を吹っ飛ばせ。だから箱に興味はないけど、ポケットにいるのはそれと You wanna be my friendMy friend